ですね、千葉県香取市。香取市かわかんねえ、多分。あの、一応千葉県なんだけど、茨城との県境、いわゆる千葉共和国と呼ばれているような、ヤンキーが多い場所から、やってまいりました、忍び奏者の片野聡と申します。今日は、ね、2曲ほどここで演奏させていただきますが、その前に、忍びという楽器がどんなものかということについて、ちょっとね、ご説明をさせていただきたいと思います。まず、これ、篠竹っていう竹があります。まあ、その辺ののっぱらに生えているような竹なんですけど、あのいわゆるタケノコの竹とはまたちょっと別の種類になりまして、その竹を使って、穴を開けた楽器になります。おもつぎで使われているようなですね。この辺おもつぎあるの？今浦安の方で三社祭り。ああ、そっかそっか、三社祭りだったらそうだね。この辺も使われてるね。あっちだと多分江戸林系になるんだけど、おっちゃんがやってる猿林という日本三大林の一つになります。それを、今年で21年目、9歳から始めて21年目、年を数えんねよお前ら。そう、今年の秋で10歳になっちゃうんですが、心はね、さっき夏も言ってましたが15歳という気持ちでやっていきたいと思います。はい、まず1曲ね、オリジナル、ちょっと季節外れになっちゃいましたが、春の曲、夜桜をイメージした曲をお届けしたいと思います。乱れ節月花という曲を聴いてください。あ、座っていいよ、あのロックじゃないから。失礼します。心はロックだけどね。男くせえな。Thank you.
先々呼んでもらった先々でね、こんな曲やってくれ、あんな曲をやってくれと、そんなリクエストにお答えしつつ、まあリアルに持ち曲は100曲以上吹いてますが、まあまさかね、今日オリジナル2曲やろうかなと思ってたんですが、まさかこんなにみんな若いとはね思わなかったわ。いつもあれなんだよ、じちゃんばちゃん、じちゃんらばちゃんら、サワロっぽく言うとじやらばやらって言うんだけど、じやらばやらばっかだから演奏に来てくれるのが、童謡とかがね結構多いんだけど、まあ、そんな中にオリジナルも混ぜつつ演歌なんかもやりつつ、まあ今日はみんな10代でしょ、20代の人、おお、そっか、さっきのバンドさんはみな皆さん10代、あ、じゃあ20代、20代後半3人お前もだろ頑張りましょうね、お互い、いやー、アラサー頑張るぜ。というわけで、次の曲は、絶対みんな知ってるカバー曲を1曲お届けしたいと思います。どこ行った、あった、まあ、嫌いって言ってた人もいましたが、分かる方は一緒に歌ってください。Thank you.
願いします。